はい、こんばんは、生体院朝院長の浅井です。です急遽ですが、来週の月曜日と火曜日もしくは水曜日までは、東京の方に出張に行く可能性がちょっと出てきましたので、ちょっと今アナウンスです。東京方面、関東方面で、私の施術を受けてみたいなと思われている方がいらっしゃいましたら、ぜひこの機会に、ぜひ受けてみてください。一応ですね、月曜日は午前中はちょっとあれで、午後も、ちょっと予定が入ってまして、で夜も、ちょっと予定が少し今入りそうなので、予約が入りそうなので、ですから火曜日の、火曜日の一日、丸一日、朝から晩まで、でしたら今のところ予約はいつでも受付ができる形になっております。また水曜日も、今のところまだ確定じゃないですが、もし予約が入ったり、もし滞在する形になった場合は、水曜日も東京に滞在して施術をすることが可能になります。で、施術をする場所ですが、ホテルを取っていただける方はホテル等に、あとご自宅に招いていただいても大丈夫な方は、ぜひそちらの方でやっていただけたらなと思いますし、私向かわせていただきます。できれば東京23区内の山手線内でとか、それ近辺で動ける範囲であればとてもありがたく思います。また私の、いつもお世話になっております、池袋駅から西口だの方だと思うんですが、確か、太鼓式マッサージ銀なり様っていうお店、銀なりっていうお店があるんですが、そちらのお店さんで毎回お世話になって、場所をお借りしていただいて、そこでもう、施術が受けていただけ私の施術を受けていただくことができますので、もし池袋の銀なりさんで、受けても受けていただく場合は、私と時間調節をして、そちらに、当日、お互いが行き、そこで施術を受けていただくということもできますので、今回東京でまた私の施術を受けてみたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ受けてみてください。私はですね、タイでのチェンマイで2年間修行してきまして、ありとあらゆる手法の施術を学んできました。今現在愛知県岡崎市で6年目を整体やっております。私の得意分野は腱筋肉整体という技術で、鉄のように硬いコリをこんにゃくのようにふにゃふにゃにする、その技術が、とても得意になっております。はい、そうですね、またさまざまタイでは、チェンマイではもう特に、多くの著名な先生方からいろいろ学んできましたので、また特別、またですね、内臓整体、こちらに関しても、とてもユニークな施術方法でやっておりますので、内臓整体、こちらは臓器、肝臓、膵臓、腎臓、心臓、肺、脾臓、膵臓、糖尿病とか、大腸、小腸、前立腺やら、直腸やら、まあ、そういった感じでですね、内臓の施術をやらせていただきますし、生殖器整体ですね、女性男性問わず生殖部に不安がある方、そちらの方もやっておりますので、ご興味のある方、受けてみたいなと思っている方いらっしゃいましたら、ぜひ一度、今回東京に行きますので、関東方面の方、ぜひ一度、ご予約ご体験の方をお待ちしております。はい、では、よろしくお願いいたします。では、ご連絡お待ちしております。よろしくお願いします。はい、では失礼いたします。ありがとうございます。